ボレロダンサーボレロは、スペイン起源のダンス音楽、もしくは、大衆音楽では、キューバ起源の音楽である。18世紀末に始まったもので、1780年頃に、舞踊家、セバスティアーのカレッソが創作したとも言う。三拍子で、元来は歌に、カスタネットやギターでリズムをつけ、一人、またはペアで踊るダンスだった。19世紀になると、ヨーロッパ全体に広まった。 19世紀には、舞曲としても作られ、初期のものとしては、ウェイバーの劇音楽、プレチオーザの中の舞曲や、ショパンのピアノ曲などが知られる。しかし現在ボレロの名で、特に有名なのは、20世紀になって書かれた、ラベルの、ボレロである。また、ボレロは、キューバで19世紀末に二拍子のダンスとなり、ソンにも影響を与えた。ボレロ自体はキューバでは捨れたが、 メキシコへと広まった。メキシコでは19世紀末からポピュラーになり、さらにこれが1950年代にはラテンアメリカ全体に広まった。演奏にドラムズ、電子楽器を使わず、本が生楽器を使うのが特徴。ボレロ歌手では、ホセ・フェリシアーのイーリゴーメが有名である。アメリカ合衆国では、社交ダンスの種目としてのボレロに人気がある。これは、 ルンバのパターンとワルツやフォックストロットの性格が結びついたもので4拍子のラテンの中では最もゆっくりしたリズムのものである。またロックにおけるボレロの仕様としてはキスのラブガンが知られている。その他ディープパープル、フランクザッパ、デビット・ボーイ、スティーブ・ハケットらがボレロを使用した曲を発表した。古典的なものには懐かしのボレロ、三日月娘などがある。 また、ドラマ、ミトコーモンの有名な主題歌、ああ人生に涙ありは四拍子のボレロである。その他、チューリップの銀の指は、日高富明の愛に向かって走れ、宇崎竜道の獅子の時代、ザ・アルフィーの宇宙戦艦ヤマト2009などでもボレロが用いられている。ありがとうございます。